はいどうも皆さん、こんばんは。今回はですね、ウィル・オスプレイ選手に関してのお話をね、していこうと思うんですけど、まあ、オスプレイ選手といえばね、こう、11.20で海野翔太選手に勝利し、さらにはね、1.4東京ドームではあのケニー・オメガ選手とのね、世規のドリームカードが決定したばかりなんですけど、そんなオスプレイ選手というのがですね、これ11.20の海野翔太選手との試合の後のコメントで、何やらこう、 新日本プールスの対談を、まあ匂わせるような発言をこうされていたわけではあるんですよ。でオスプレイ選手は基本的に、まあこういうなんか新日本プールス抜けるんじゃないかみたいな発言をするのは。非常に珍しいので、一体これオスプレイ選手はどうなってしまうのかと、もしかしてオスプレイは。これも新日本抜けちゃうんじゃないかっていう風な、まあ考えられた方もね、いらっしゃるかもしれないんですよ。でまあ今回は、はい、でまあ今回はね、まだこのオスプレイ選手の発言だけですので。まあ、その正確な情報とかあるわけではないので、まあ個人的な考えにはなるんです。 けどまあ、今回はね、このウィル・オスプレイ選手の、まあ、新日本プロレス対談に弱わせ発言についてね、えー、話していこうと思いますので、ぜひね、えー、最後までご覧ください。早速ね、本題入っていきましょう。 はい、で早速本題なんですけど、まあ、今回の、ね、11.20のウィル・オスプレイ選手のコメントこれねあの僕全部読んだんですけど、まあ、非常に長いあの今回ね一部割愛してご紹介するんですけどそれでもねとても長いのでいや長えよっていうふうに思ったらちょっとねあの2倍速にして聞いていただけたらね幸いだと思いますでもやっぱり非常にこう重要なコメントなんで、まあ、今回ちょっと一部を割愛してちょっとねご紹介していこうと思います。 まあ今回、ねこう海野選手との試合で勝利してこう試合後にねこうケニー・オメガ選手に VTR で先制告されたオスプレイ選手というのはこうバックステージでまああのゴールデンボーイまあゴーールデンボーイっていうのはこのケニー・オメガ選手ですねえーゴールデンボーイは戻ってくるのかとあいつにとってはえーパーフェクトなタイミングだなと。みんなもね 最高のタイミングだと思うかと。やっとね、ニュージャパンがパンデミックからね、復活しようとしているこのタイミングで、まあ、あいつは戻ってきたと。しかもそれは、ユナイテッドエンパイアや他のレスターたちの頑張りがあったからのことであると。まあ、これで、他の奴らもね、続いてまあ新日本に戻ってきたがるだろうなと。 忠誠心よりもね、えー、金を選んで出ていったやつらが、えー、ことってまあ新日本にね、えーえー、新日本にね、えー、戻りたがるだろうと。 で多くの奴らが、えー、こう思っているだろうし、えー、俺だってね、えー、間違っているとは思わないと。俺はね、えー、ケニー・オメガの影に、えー、隠れていたと、えー。そうだろと。自分でさえ認めるよ、それはと。俺は、えー、ケニー・オメガとは違うと。俺はあいつみたいに日本語だって話せないと。あいつは本当に、まあ、日本でも本当に特別な存在の、えー、レスターだったよと。まあ、だから俺は、まあ、あいつ、ケニーのことをね、えー、ロールモデルとして目標にしてきたんだよと。 さらに続けて、オスプレイ選手というのは、えー、お前はね、えー、俺が2019年の、ま、1.4、レッスルキングダムで、まあ、今も忘れてないよなと。お前、まあ、お前らにとって、え、最後の日だよと。その日、俺は、お前の大事な友達、まあ、これは多分、イブシュコータ選手のことですね。イブシュ選手のことを、えー、俺はね、あいつにヒルンブレードを解禁した、初公開したと。で、あいつは、ま、病院送りになったと。まあ、これ実際、あの、オスプレイ選手とヒルンブレード初公開で、えー、イブシュコータ選手はそのまま、こう、脳シントンを起こされて、真、まあ、ん中送りにね、 ああっったたこことが、まあ、実際これあったんですも離れていくね、えー、お前にさよならさえも言えなかったと、えー、そのことがずっと、えー、忘れ、ねえー、られなかったんだろうと、まあ、これはそのおそらくケニー・オメガ選手が、まあ、オ,スオスプレイ選手に対して、お前のことは許さないっていう風な発言されていたんですけど、まあ、オスプレイ選手の解釈では、それはそそのケニー選手の許さない発言っていうのは、つまり、まあ、この井コ晃太選手をノーシントンに追い込んだ、まあ、俺が、ねえー、許せんんだろっていう風なことを、まあ、オスプレイ選手は、えー、解釈したのかなという風に思うんですよ。 でまあ、さらにオスプレイ選手は続けて、え俺はね、えー、お前の陰に隠れながらも、えー、最高のプロレスを続けてきたぞと、お前はその間、まあ、AEW のビッグステージで、えー、楽しい思いをしてきたんじゃないかと、俺は今日まで、えー、ずっとね、えー、ニュージャパンプロレスを前に進めていくために、もう最高の試合をしてきたと、まあ、そのおかげで、えー、海外のファンにもね、こうニュージャパンの素晴らしさが届いたんだよと。 でそれは、えー、全て俺の全身全霊の、えー、努力があってきたからこそだと。で俺は人生最高のプロレスをしてるけど、えー、今でもまだお前の影に隠れていると。だけど、えー、AEW の明かりも、えー、だんだん曇ってきてると。 そこでお前は、えー、お前自身の限りにも気づいたと。で、俺はね、こう存在感を増すばかりだと。だからここに来て、えー、お前は1.4でこうわざわざ新日本に戻ってきて、まあ、今こうすごい勢いを増している俺を、えー、俺という存在をね、えー、止めたいんだろう、ケニーと。まあそういうことを言いながら、まあ、次にこうオスプレイ選手も結構問題発言出るわけではあるんですけど、まあ、だが、えー、俺とニュージャパンの関係も、えー、だんだん終わりに近づいてきているのかもしれないと。 俺がここに、ニュージャパンにね、とどまるか離れるかっていうのは、それは誰にも分からないなと。まあ、でも俺は、ここまでこの団体にいて、日々強くなってきたと。だから今なら、俺の方がね、お前よりいいレスラーだと、そうはっきりと言えると。パンデミックの中、ファンにね、こう名前を呼んでもらえない状況でも、日本でね、俺は試合を続けてきたと。それは非常にハードだったし、信じられるのは自分の信念だけだったと。 まあ、ということを言いながら、さらにオスプレイ選手というのは続けて、まあ、今度はね、えー、俺のホーム、まあ、ニュージャパンですよね。ニュージャパンで、えー、お前が俺と対峙することになると。まあ、このリングで、えー、俺はね、お前をこういったと証明すると。レフリーのワン、ツー、スリーで、えー、俺がね、お前を見下ろすと。 もう影に隠れているのはおま俺じゃないお前ケニーの方だよと。そして俺はようやくケニーオメガをねこういったとこに出して言えると。おまお前がね初代の US ヘビー級王者だったと。まあだからベルトの価値を高めるにねふさわしい最えふさわしい最高の相手だと言えるだろうと。IWGP US ヘビー級王座をかけてケニーオメガ対ビルオスプレイが実現すると。まあかつてお前にねこれからお前がニュージャパンを率いていかないと言わない 引いていかないといけないってことを言われたことを俺は今でも覚えていると、まあ、そうだと俺がねここまで新日本プロレスという団体を引いてきたぞと。 お前にはね、到底成し遂げられなかったことを俺はしてきたと。でもお前ときたら、俺がね、ここまで動かしてきた遊び場に今になって加えたいと言ってきてるんだと。俺がこの団体のために、どれだけのものをね、犠牲にしてきたかもしれないで。だから俺は今もここでこうして、この赤と金色に光るベルトをしっかり巻いてるんだよと。ということを言いながら最後にオスプレイ選手というのは、ケニー選手に対して完璧なね、コンディションに仕上げて来いよと。お前が TV の前で、 やってるような試合とは話が違うんだからなと。知らなかったんなら教えてやるよと。ニュージャパンプオレスには新しいスターが誕生した。その名はウィル・オスプレイだ。もうお前がね、知っていた昔の俺とは違うと。ユナイテッド・エンパイアを立ち上げ、立ち上げる前のトップスターになる前のジ・アサシンの俺はもういないと。 だけど、ここで、えー、アソシンをね、復活させる時がは来たかもしれないと。またね、ケニーってことを、えー、今回、まあ、オスプレイ選手は、えー、バックステージコメントで語っていたわけではあるんですよ。まあ、非常にね、あの、このオスプレイ選手のコメントね、えー、長いんですけど、まあ、つまり、それぐらいやっぱりオスプレイ選手というのは、まあ、ケニー・オメガ選手に対して思うことが、ま非常に多いと。まあ、それぐらい特別な相手かなっていうふうにも、まあ、今回のこのバックステージコメント見てもわかるかなっていうふうに思うんですよ。 では、個人的に今回僕が、このオスプレイ選手のコメントを見て思ったのが、まずやっぱオスプレイ選手は自分がね、こう、新日本プロレスでやってきたことについて非常にまあ、誇りを持っていると。で、さらにやっぱり、もう新日本プロレスという団体を、俺がね、こう、率先して、も自分の生活全部切り詰めて、削ってまで、犠牲に、すべてを犠牲にして、俺が新日本という団体を大きくしてきたと。まあ確かに、ケニー、お前も確かにすごいけど、俺はね、お前ができなかった、お前ができなかったさらに高みに、 日本を持ってきたととと、まあ、そういうい自負と誇りがあるとでやっぱり口ではねこうケニー・オメガ選手とか AEW のことを悪くは言ってるんですけどでもやっぱ言葉の節々にこう隠せない、まあ、ケニー・オメガ選手のリスペクトの気持ちもねやっぱこう感じ取れるんですよ。 まあていうふうに、こう、オスプレイ選手とケニー選手の関係性が非常にこう透けて見えるような非常にこう興味深いコメントではあるんですけど、ただやっぱそれらの言葉よりもまず真っ先に僕はメイが言ったのが、俺とニュージャパンの関係もだんだん終わりに近づいてるのかもしれないと。俺がここに留まるか離れるかは、それは誰にもわからないなっていうふうなことを、このオスプレイ選手は今回ではっきりまあ口にされてるわけなんですよ。 でこれ僕がね、あの、記憶してる限りでは、オスプレイ選手がこういうふうに新日本から離れるとか、新日本をやめるよっていうふうな、そういう匂わせる発言をしたのは、おそらく今回これがね、えー、初めてかなっていうふうに思うんですよ。で、オスプレイ選手ってこう非常にあの、新日本ペースに対して、まあ、忠義というか、忠誠心が高くて、えー、恩義を感じていて、まあ、オスプレイ選手は新日本からもう離れないんじゃないかっていうふうに、えー、最近ちょっと思い出してきた、まあ、時にこの発言をすると、なんともこう、やっぱオスプレイ選手ファンからすると、まあ、心がね、 言えるような発言で、これ、本当にオスプレイじゃ新日本やめちゃうのと、もしかしてこの1.4でケニーに負けたら、オスプレイは新日本対退団するんじゃないかというふうに、まあ、結構心配される方も多いかなというふうに思うんですよ、でまあ、実際、オスプレイ選手がどう考えているのか、結構本人にしかわからないことではあるんですけど、まあ、個人的には今回、このオスプレイ選手の発言を聞いたからといって、オスプレイ選手はこうすぐに新日本を抜けることはないかなと思ってます。 ないかなっていうふうに思ってます。まあ、少なくとも、あと数年間はまだ新日本にね、えー、いるかなっていうふうには思ってますね。それまあ理由としては、まずこのオスプレイ選手というのが過去の発言で、まあ当初俺はね、もう30歳になったら、え、プロレスから引退すると、だから俺はもうどんな、えー、体に負担がかかるようなハイフライムーブとかも、えー、近接でありようと、だって30歳になったらもう引退するからもういいじゃんみたいな感じで、そういう結構スタンスでやっていたんですけど、ただオスプレイ選手というのはこの新日本プロレスと契約して、やっぱこう新日本プロレスにすごいこう重宝されて、なんか自分をこうビッ ックスさんでしていいくだとううふうにやっぱ新日本プレスに対して非常にこう恩義を感じているから俺はちょっと新日本プレスと契約してまあ30歳以降もねペオリスを続けることが確定したんだよみたいなことを過去にオスプレイ選手言っていたんですよ。はい、で現在、オスプレイ選手は29歳であるとではさらに言うとう2019年のインタビューでもオスプレイ選手と。 インタビューでも、オスプレイ選手っていうのは、リコセ選手との対戦について聞かれた際に、あと5年はね、ライオンバンク、つまりニュージャパンですよね、新日本と共に歩むよっていうふうな発言もされているんですよ。2019年のインタビューで答えてあと5年ってことは、大体2024年ということなので、少なくても来年の1.4でバイバイとは、さすがにならないかなというふうには思いますね。 で、やっぱ、新日本プレスとオスプレイ選手というのは、まあ、こう、長期契約をね、結んでいるっていう話もあったりしますので、まあ、今回このオスプレイ選手の発言かなり不穏ではあるんですけど、まあ、この発言したからといって、オスプレイ選手がすぐに、もう来年1.4最後にいなくなるってことは、え、ないかなっていうふうには僕はちょっと思ってますね。なんだ、じゃあ、やっぱオスプレイ対談しないのかと、なんだ、試合盛り上げるためのブラフみたいなことかっていうふうに、まあ、ちょっと安心される方も、安心ね、される方もいらっしゃるかもしれないんですけど、ただ個人的に僕はやっぱオスプレイ選手の言う通り、終わりが近づいて、 いるのは、え、また事実かなというふうに思うんですよ。やっぱ実際問題。このウィルオスプレイ選手とレスラーが、まあ、この新日本プロレスっていう日本の団体でやるべきことって。僕はもう、えー、ほとんど、まあ、クリアしてきたかなというふうに思うんですよ。まあ、こうジュニアとヘビーのもう頂点取って。まあ、団体トップの I. W. G. P. 世界ヘビー級チャンピオンにも輝いて。まあ、新日本プロレスのトップ選手たちとも、内、え、藤、ー、選手とこのま戦ったんで。もう一通りやりことはやり通してるんですよ。で、あとはオスプレイ選手が、やり残したことといえば、まあ、圧倒的にこう戦績では負けて。 まあ岡田和親選手のリベンジそれから g 1クライマックス優勝まあ,あと他にもトーナメント優勝とかもあるんですけど。 え、もうオスプレイ選手が、この新日本プレスでやり残したことって、まあ、実質これぐらいしか残ってないかなっていうふうに思うんですよ。そして今回、あのケニー・オメガ選手のドリームマッチも、えー、消化するとなると、まあ、これ間違いなくやっぱオスプレイ選手の今後の海外の需要とか知名度が、まあ今ぐらい、今現在だいぶ高いんですけど、さらに、え、大幅に跳ね上がると。なんでもちろん当然、えー、新日本プレスの契約が終わったら海外からのオファーも来るでしょうし、もちろんそのレスターとしての価値が上がれ,上がれば、まあ、提示されるね、ギャランティーお金も跳ね上がるということなんで、 えー、今回の,このオスプレイ選手の発言を聞いて、まあ、ちょっと考えたくはないんですけどもしかしたらもう数年したらそれこそ2014年を過ぎたら、えー、オスプレイ選手というのは新日本を去るかもしれないっていうのが、えー、今回ちょっと僕はより明確になった気がするんですよ少な,、まあ、少なくともオスプレイ選手が、えー、こういう匂わせ発言することはあんまりなかったので、まあ、今回こういうことを言うってことはやっぱそれなりの理由が、まあ、オスプレイ選手にもあるかなとうう思うんですよ、まあまあ、この30歳を超えて、ねえー、オスプレイ選手とというののがが新日本との契約が切れた時に オスプレイ選手はもしかしたら次にこう見据える新しいステージに旅立つかもしれないと。それともね、実はそういう考えは全くなくても、オスプレイ選手というのは、新日本プレスともに骨を埋めるのかと。まあ、そこまでいかなくても、あと数十年はこう新日本プレスにね、いてくれるのかどうかと。まあ、果たしてね、このオスプレイ選手の今回のこのにわせ発言の意味することとはね、非常に気になるところではあるんですけど、果たしてね、オスプレイ選手というのは本当に新日本プレスをやめてしまうのかと。こ、まあ、こののとに関してはねまだ現在オスプレイ選手の発言 だけなので、またこう新しい情報入り次第で、ねえー、動画にしてお届けしようと思ってますけど、今はただね、このオスプレイ選手というデスランの試合をね、こう日本で見れることに感謝しながら、まぁ、あ、1.4の世紀のドリームマッチをね、えー、待ちたいかなというふうには思っておりましたけ、ね。おかでね、今回のお話は以上になります。僕のようなこんな感じで、えー、新日本ペースに関するね、ご発足情報なんかの動画をどんどん発信していきますので、ぜひね、チャンネル登録と高評価の方よろしくお願いいたします。こに話してほしい、リクエストありましたら、えー、YouTube のコメントか Twitter の DM にね、告っていただけますと、えー、動画あるいはブグの方でね、 え返答するかもしれませんのでえどしどしお待ちしておりますはい、では次の動画で会いましょう以上